でとうございます。なんとすこけん約1年ぶりのライブフェスボルタ戻ってきました。深いわね。じゃあちょっと見たことがない顔がいると思うので自己紹介を、まあ、新入りからしてもらおうかなってところで。はい、すこやか健康クラブの新メンバーのルーシャンです。運営からアイドルに転身したアイドル界の不届き者、よろしくお願いします。おばさんお願いします。おばさん、はい、世界的ほら、ほら、世界的に推されるピンクのアイドル、京成出身、舞浜みぜです。よろしくお願いします。順番的に私が、じゃあ、はい、すこやか健康クラブアイドル界のセクシーリーダーです、おつねです。よろしくお願いします。繋がりたい。一番簡単ぞ。お繋がり。はい、人と話すのが苦手です。こうやって健康クラブの篠宮です。よろしくお願いします。開けちゃいましたし、始まっちゃいましたし、ね、復活しちゃいましたし。ただいま。おかえり。ありがとうございます。なんかね、フェスボルタさんが戻ってこられるっていうのがね、うん、やばいね。嬉しいな。暑いね、ちょっとね。私もちょっと今日ね、寒いかなと思って桃引き履いてんだけど。やばい。やばい。暑いこれ。可愛い。いやもう脱ぎたって仕方がないね。冷えると大変だ。冷えると大変。女は冷える人多いからね、一番。じゃあちょっと結構久しぶりで体力がぐたぐたなんですけれども、皆様のね盛り上げに助けてもらいながら次の曲やれたらと思います。行きましょう、次の曲お願いします。I'm not afraid to die.
MC はオカマだよりってところでやらせていただけたと思うんですけれども、女の子たちから戻ってきました。はい、じゃあちょっと私も水飲みたいんで告知を、はい、お願いいたします。水江さんからお願いします。はい、わかっぴ、来たる1月20日11時から新宿のレッドノーズさんにてワンマンライブを、復活ワンマンライブをやる。そしてそれで17時5時から浅草橋にてオフ会もやるので、ぜひ来てくれたら嬉しいな。お願いします。ちょっと足りないところが補足すると、まずこのアマンマンライブでなんと新曲を披露しますので、今日やらない曲が見れます。もう一個の特典がなんとすこやか初なんですけど、ペア割りを導入したいと思っておりまして、まあ1500円のチケットなんですけれども、なんと2人目の方は一緒に来てもいただくと1000円になります。おお、安い。ルーシャン太っ腹。だから実質ね、カンパすれば1250円だし、俺いらないよ、イケメンなオタクだったらなんと1人が1000円で得して入れるってところで、そう、どのオタク同士に繋がりがあるのかっていうところで見れる。私も楽しみにしてるんですけれども、はい、はい、じゃあ次のがある人。はい、この後2曲みんなの大好きなあの曲をやるんですけれども、その曲の、再レコーディング、この4人で再レコーディングしたやつを2曲入りの CD でこの後ブックで売るようにします。やったー、ありがとうございます。最初のこの先着順で何十人か何十枚かには、何十枚かにはランチェキがついてる。実質買うしか1000円だけど500円ぐらい。ねえな、お金の話すぎだね、やめよう。もうね、全体的にババアレルだから金の話ですね。どうしようもならないところでね、まだこの化粧が崩れるまで綺麗な状態で撮ってるんで、質は高いものだと思います。うん、いいじゃあ早速、じゃあその2曲を本当に続けてできる、あんた大丈夫。水飲んどく、水飲んどく、やめてやめて、水飲んどくしといて、ちょっとあんたたち水調子飲んないで。水今日ドラッグストアで階段から落ちて一つあったーだから転がり落ちてきた。誰も助けてくれなかった。助けるのびっくりした。ずっとはい、じゃあ、はい、はい、皆さん次の曲、はい、お願いします。あ、来た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 、この方の名称は安心エクスタシー。I'm not afraid to die.
Yeah.
この後6時半から物販があります。そこでステッカーを配るので無線代関係なんでよかったらステッカーだけでも取りに来てください。ありがとうございます。いや、選手の期間が長かったんで全然スコケンのツイートを見ないです。見ないね。ハッシュタグスコケン、よろしくお願いいたします。マスク博士さんってやりたかったんだけどね、ちょっとつなげないってところで、ね、ね、体調にはちゃんとしててください。よろしくお願いします。皆さん気をつけてください。足じゃあ実は今の最後の曲だったの。ありがとうございました。バーグループだからね、泣きそうになってんじゃないわよ。終わりじゃないからね。20日待ってるからよろしくお願いします。ありがとうございます。ひのみやひのみやひのみやおつでおつで絶対繋がろうな。